皆さん、こんにちは。れいちゃんねるです。今回は小学2年生で習う漢字5文字のレッスンです。少し肌寒いなと思う時間が増えてきたのではないでしょうか。私の住んでいる田舎は夜の夜長がとっても綺麗で星空を毎日 楽しみに眺めています。皆さんのお住まいのところはどんな秋でしょうか秋は行楽シーズンなど楽しみが多い季節ですね。コロナ等の感染症がまだ続いており心配なことが多いですが自己管理に気をつけるなどしてできる範囲で楽しめるといいですよね。 今回使うボールペンはゼブラサラサクリップ1.0です。それでは早速、方、型という字から書いていきます。 はい。それでは今書いた漢字5文字の説明に移ります。まずは、片方という字ですね。はい。1画目、1、2と2画で書いていきたいです。横線は右上がり。で、さらに言うと、最長幅に最も長く横線を いいいていきたいものですねそして皆さん書き順大丈夫でしょうか ?1、2ときますが3画目ここではなくてこちらです。3画目斜めに滑り台をしてからぐーっと下に下がってきます。で4画目を軽く接して左払いにしたいですね。はいこちら空間が空くように してください。私のポイントとしては、三角目を短く滑り台することが美文字のポイントとなってくるのではないかなと思っています。三角目のこの形、方角よく見るようにしてくださいね。はい、次、北という字です。はい、北という字ですが、はい、こちら煙突が2本ありますが、 日本左右の煙突の方がちょっと高い位置に書かれています。12。3角と書きますが、こちら34で中に入れ込みましょう。で互角目ですね。はい、三角目ですが、スポーツブランドのナイキのようにしっかり次の角に向かうように。跳ね上げていきたいものですね。 で、しっかり引っ掛けて、内側に来て、見えない線で続いております。五角目でまっすぐ来て、船底のようにちょっと丸くしてみてください。で、跳ねた上には何もない空間になってますが、跳ねたこちらの線は長めに跳ねるといいですね。はい、いという字ですね、ごとという字。 一画目、一、二と、こちらも書いてますね。で、二画目、こちらですが、はい、こちら、扁平に横長に書くようにすると、とっても綺麗な字に見えます。なぜなら、下の方が面積を使って大きく書きたいので、上のこちらは詰めて書くようにしてくださいね。しっかり引っ掛けて、ぐいっと句を書きますが、 左に来て、そして一回止まったらちょっとぐいっとここ浮いてるのがわかりますか浮くという字で書いてきますね。浮かせるように書いていきましょう。そしてだん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 次ですが、こちらもしっかり止まってだん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 下に向かうような左に反るように書きたいです。中身はカタカナののを 書くようにして、最終格は最長幅にぐっとどっしり書いていきたいですね。はい、こちら、1万円、2万円の万という字です。書き順1、こちらも2がこちら。3が軽く接して、左払いになってきますが、横線は基本的には右上がりにしてください。で、2画目、ここ。 ここは私がポイントと思っています。短く斜め下に行くことがポイントとなってきます。で、中に内側に入ってください。軽く接して、先ほどの2画目とは違った方向で左に向かっていきます。方向の変化ができるととってもいいですね。 はい、次、麦という字です。1、3、4、5、6、7となってきます。横線は基本的には右上がりですね。はい、上が面積が狭くて、こちらも下が面積が大きいということです。 ということは、上が詰めて書かれているのがお分かりかと思います。どのように詰めるかというと、縦線、こちらの2画目を短くしておくことが大事となってきます。短くしておけば、それ以上下に来ないので、2画目で調整するようにしていきましょう。4画目は一番長く、右上がりを ししていきましょうはい、左払い2種類あります。右左下に払う左払いとちょっと丸くなっている左払い2つあるのがお分かりですか左払いも2種類ありますので方向の変化をつけてください。左下に向かう左払いとちょっと丸くするように するような左払い2種類ございます。軽く接してから払った上にはいつも通り何もない空間になっているといいですね。はい。それでは、小学2年生で習う漢字5文字のレッスンでした。いかがでしたでしょうか今回は、画数が少ない漢字も多く出題されました。 が、書き順大丈夫でしょうか今回書いた字を見ていきましょう。はい、こちらが今回書いた字となっていきます。画数が少ない漢字が2つ、2つ、3つ、ここ,こら辺、画数が少ない字も入ってますが、書き順がちょっと間違う、間違ってる方が多いのかなという字が、 ほうという字、まんという字が出てきました。この際書き順を覚えてください。書き順を覚えることで漢字がとても綺麗になりますので、書き順はとっても大事です。心がけてくださいね。以前は10文字に、10文字のレッスンでしたが、5文字半分にしました。書き方もゆっくり書けますし、 説明もより濃い説明となってくるのではないかなと思って5文字に変えましたがいかがでしたでしょうか ?10 文字の方が良かったでしょうかそちらの点も合わせてコメントしてくださると嬉しいです。それでは次は明るい名という字からレッスンをしたいと思います。次の投稿でも お会いできること楽しみにしていますので、ご視聴くださると嬉しいです。それでは、小学2年生で習う漢字5文字のレッスンを終わります。最後までご視聴ありがとうございました。